はい、皆さんこんにちは、たまっちです。初めての北海道家族旅行3日目になりました。今日は札幌を飛び出しまして、北海道の真ん中、美瑛、富良野、そして宿泊先のトマムに向かって参りたいと思います。それではどうぞ。はい、おはようございます。札幌朝5時前の出発になりましたね。今日向かうのはまず青池なんですが、旭川から南に行ったところっていうのが正しいでしょうかね。なんでそんなに早いかと言いますと、ちょうど今時期はお盆休みなんですね。青池はどうやら朝早くから混むという噂を聞きつけまして、早く行かなきゃならないということで、早速高速道路道央道の札幌から乗りまして、一路青池へ向かってまいります。いや、青池ね、天気良かったらいいなと、十勝岳なんかが見えてですね、気持ちのいい景色が広がるなと思ってましたら到着しました。曇ってますねまあ運がいいんだか悪いんだかですね、曇ってても青池自体は綺麗に見えるということで、早速駐車場に停めまして、駐車場ね、有料になってまして、1回500円だったかな。ですので、そこ停められた方がですね、必ずいいと思います。おすすめですので、止めていただければと思います。で、順路でですね、歩いていきますと、だんだんとね、青池が見えてきて、こんな感じですごい綺麗になってくるんですね。で、周りに人が映ってませんが、実はそれなりにいらっしゃいまして、こういう綺麗な見開けた絶景ポイントでは、皆さん撮影に勤しんでらっしゃいましたので、順番待ちをして撮らせていただいています。ということで、この私の声邪魔だと思いますんで、しばし静かにしたいと思います。どうぞ。いやー、いかがですか。本当に非常に青いですよね。で、青く見える理由なんですけども、この美瑛白金温泉にある白髭滝っていう滝がありましてね、そこを流れるのは美瑛川という川があり、その上流にアルミニウムの成分などを含む、異なる種類のですね、水の川が混ざり合うと、それによって光が反射して青く見えるのが理由という感じのようですね。はい、では早速早朝の青い池を楽しんだところで、近くにですね、ちょうど道の駅美瑛、白金ビル家っていうところがあるようなんですね。でちょっと寄ってみようと思ったんですが、どうやら営業時間が朝9時からということで、我々だいぶ朝早く来ちゃいましたんで、まだオープンしてなかったんですね。じゃあ次行ってみようということで、期待してます。ファーム富田、観光ガイドブックに出てない本がないと言える場所だと思うんですが、まだ行かれたことない方のためにたっぷりじっくりとお届けしたいと思います。で、この時期営業開始はですね、午前9時ということなんですが、どうやらすでにですね、混雑の感じがします。で、ファーム富田の入り口、警備員さんも立っていただいてですね、いや、非常に人が多いんだなという予感がしますが、かなりね、車が多く入っていました。ちょっと出遅れた感がありましたね。で、まだですね、朝ごはん食べてなかったんですね。先ほどの青池で食べ損ねちゃいましたんで、ということで早速こちらで食べていきたいと思います。来ました、メロンパンです。中もね、メロンのクリームやばいんですよね。焼きたてで美味しくいただきました、おのりちゃん。そしてこちらのトウモロコシですね、粒がぐいっと詰まってましてね、こちらも最高でした、おのりちゃん。と、これだけじゃなくてですね、他にもたくさんありまして、これね、見てたら食べちゃいそうだったんで、早速なんですが園内見て回りたいと思います。で、まずやってきたのが花人の家と言いまして、このファーム富田のウェルカムハウスになっているようなんですね。で、この正面玄関前に花人ガーデンがあって、裏手には花人の畑が広がる三角屋根の建物となっています。で、天井がね、高くて非常に素敵な感じの内装となっています。で、1階のショップマリーではファーム富田のオリジナル商品取り揃えられていて、
併設した後カフェがあるんですね。でゴールデンウィークから秋にかけてはソフトクリームとかドリンクもね売ってるコーナーというふうになっています。でまあこれちょっとねディスってる感じになっちゃうかもしれませんが、中でですね買い物してるとお客さんがトイレの匂いだよね、トイレの匂いだよねっていう小声が聞こえてきました。まあそんなすっかりですねラベンダーの香りいっぱいの店内に癒されました。そしてその目の前に広がるのは花人の畑ということですね。で見頃の時期的にはですね7月上旬から9月の下旬ということなんですが、もしかするとですね7月の中旬下旬が一番見頃だったのかもしれません。園内にはこういう十勝連峰からのね水が湧き出てるところなんかもありまして、早速いただいてみるんですが、めちゃめちゃ美味しかったですね。なんかもっと大量に流れてて欲しかったなという感じはしました。まあ自然のことなのでね仕方がないかと思います。でここはあのマザーズガーデンというガーデンになってまして、見頃はですねやっぱり6月上旬から8月下旬ということでしたが、こんな感じで果物がなっている、そして白樺の林があるという素敵な場所になっています。はい、それでその隣はですねグリーンハウスという温室になっていますね。でこの中はやっぱり夏以外でもラベンダーを楽しんでいただけるようにっていうために作られているようでして、で営業時間はですねこちらは花人の家と同じ営業時間ということで、通常はですね朝10時から16時半というふうになってますのでお気をつけください。で園内はですねさすがに本当広くてですね、この辺り先祝いの畑や先祝いの小道で、こちらのアルブの家、ポプリの家、またプロシェの家、香水の家なんかという形で、ところどころにお土産物も見たりすることができるハウス、あとこちらですね上流の家っていうことでラベンダーオイルができるまでっていうのを見学することができました。でこれから行くトラディショナルラベンダー畑もそうなんですけども、やっぱりファーム富田の主な見頃は7月の上旬から中旬ですかね。特に今年は気温が高かったので見頃が早かったんじゃないかなと思いましたので、お盆休みはこんな感じに残念ながらなってしまっていました。なんてことしてますとね小腹が空いてきましたということで、早速名物のラベンダーソフトをいただきたいと思います。片方はですねメロンの方の味と、はい、おのりシャツでございます。いやもう最高ですねファーム富田。なんかまた次はですね7月上旬から中旬の最も見頃な時期に来てみたいなと、まさにねこう絵はがきというか、写真のような景色を見てみたいなというふうに思いました。まあそんなこんなでですねなんだかんだ長いしちゃいまして、合計で4時間ぐらいいたんですかね。もうすっかりお昼回っちゃいまして、これからどうしようっていう感じでちょっと考えながらですね移動してまいりたいと思います。でまあせっかくのね富良野なので車で走りながら決めていこうという感じになりまして、まずやってまいりましたのはこれ北西山って呼んだらいいんですかね、北に星に山、このラベンダー園にありますリフトがあるということで、ちょっと乗ってみたいなということでやってまいりました。ただですねラベンダーがやはりちょっとウォンはシーズン誤っちゃいましたね。今年の猛暑酷暑でですねもう咲き切ってしまった感じがありましたので、まあ残念ではありましたが、ちょっとラベンダーと町一番のね人気の山ということなので綺麗な景色と楽しもうと思いましたが、またの機会に行きたいと思います。ということでまずはですね、今回宿泊するのがトマムという場所なんですが、そこへ向かいまして、で車の混雑とかがなければその先ですね帯広の方に行って豚丼でもランチに食べたいなというふうに思いながら、この北海道の雄大な自然をドライブしていこうということになりました。ですのでしばしねちょっとドライブの動画が続いてくるかと思いますが、そこはぜひお楽しみをいただければと思います。でですねトマム周辺までシムカップ村というところに来てですね、
高速道路で帯広行こうと思ったんですが、ちょうど赤で示したところが緊急通行止めとついてないですよね。本当でも大渋滞の渋滞しちゃってましてですね、とてもとてもこれで帯広に行って帰ってきたらもう夜になっちゃうなという勢いがありましたので、スパッとねそこを諦めまして、一度宿泊先のトマムにやってまいりました。で、星野リゾートさんが運営する全体ですね、まあ多分それで間違いないと思うんですが、その中に今回宿泊しますクラブメッドというですね、まあ、外資系と言っていいんですかね、外国人の方が非常に多いスタッフでいらっしゃる宿ということで、ちなみにあの2023年今年ですね、トリップアドバイザーっていうサイトでですね、日本でナンバーワンの宿に選ばれたのがこのクラブメッド北海道トマムということで、まあ、そのナンバーワンの噂を聞きつけまして、今回宿泊してみたいと思います。いやこれですね、ホテルの敷地内、リゾートの敷地内なんですね。なんかやっぱり日本離れしてまして、目の前に見えてきたのが星野リゾートのザ・タワーということになっています。で、車でですね、先ほどのリゾートの入り口からここまで全く早送りにしてないんですね。ということで、あの広さの感じがよくお分かりいただけるかと思います。で、これですね、このまままっすぐ登っていきますと、先ほど見えました星野リゾートのザ・タワー、そしてさらに山道を登っていきますと、同じ星野リゾートのリゾナーレという形で、タワーが2本かける2箇所、タワーかけるリゾナーレということで、ものすごい客室数を誇る一大リゾート地となっています。で、ただですね、この星野リゾートの目の前に見えますザ・タワー、そして奥に見えますリゾナーレ、どちらも予約が取れなかったんですね、このお盆の時期。いや、びっくりしました。これだけね、客室数があって全く取れないということで、かなり焦りまして、まあ、そんな中、今回宿泊でお世話になるクラブメッド北海道トマムというところなんですが、後ほどそこもご紹介をさせていただければと思います。で、やってきましたのが星野リゾートのザ・タワーということでございます。まあ、やっと着いたっていう感じですね。本当にあの広大な自然と敷地ということになってます。で、ここから、駐車場を抜けていきますと、さらに登りましてリゾナーレというふうになってます。リゾナーレの方がやっぱり奥まっていて、大人の方向けっていうのが正しいですかね。こちらのザ・タワーはお子様いらっしゃる方にとって非常にね、優しい作りになってまして、奥のリゾナーレの方は、まあ、大人がしっぽりと遊ぶといいますか、なんかそんな雰囲気作りがすでにこのね、駐車場とか道のアプローチの感じでも伝わってきます。それではリゾナーレの方まで車で走っていきたいと思います。で、ここでですね、星野リゾートさんのアクティビティを簡単にねご説明なんですけども、結構興味があったのがですね、羊とお昼寝ハンモック、そしてですね、牧場ラウンジ、ヤギの郵便屋さん、ね、秋の盲毛学校、そしてバギーアドベンチャー、酪農アカデミー夏休みの自由研究で、イブニングファーム、モーニングファーム、あとカートのドライブですね、で体験の乗馬、まあ、ポニーの体験なんかもできたり、あとは白樺クラフト体験で、また夜はですね、夜でナイトカートツアーなんかがあるんですね。で、あともちろん、フィッシングであったりストライダーで、テニスもね、途中テニスコート見えたと思うんですが OK と、で、あと青空の焚き火デイキャンプですとか、で、期間によっては熱気球のフライト、そしてモーモーカートで行くランチピクニックなんていう形で、とにかくアクティビティが充実してましたね。あとこれからあの川遊びも、いろいろと楽しめるようなんですけれども、まあ、それはリンクをね、概要欄にホームページ URL 貼っておきますので、そちらでご覧になっていただければと思います。なんて感じでお話をしてましたらね、目の前に見えてきましたのがリゾナーレと
ということでございます。いや、それでですね、こんな感じでバスがね、先ほども通っていたかもしれないんですが、リゾナーレとでザ・タワーと、そして、ちょっと先にですね、南名ビーチという屋内の温水プールがありましてね、そこをつないでいるルートバスが本当に本数がたくさん出ていまして、便利に移動ができます。でですね、中に立ち入れたのがザ・タワーですから、手前の方のですね、大人向けではなくてご家族向けっていう感じの方に入れまして、そちらでどんな感じのね、レストランやショップがあるのかっていうのをちょっとチェックをさせていただきました。で、我々が泊まるクラブメッド北海道トマムの方は、この星野リゾートのね、アクティビティも全部込みで体験できるっていうホテルになりますので、その様子は4日目、そちらの方でね、お伝えができればと思います。さあ、目の前に見えてきましたのがクラブメッド北海道トマムということで、本日の動画はここまで。気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねの高評価いただけると励みになります。そしてぜひ次回4日目のこのクラブメッドも楽しみにしていただければと思います。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。たまっちでした。